はい、お久しぶりです。結構久しぶりじゃない？そうでもないか。はい、あの前回グラミチのセットアップオリジナルでコラボレーションやらせてもらったやつの説明させてもらったと思うんですけど、今回もグラミチの、コーデュロイのパンツでの紹介します。あの実は1回もうすでに入荷してて、その時はもう数がめちゃくちゃ少なかったんで、すぐ売り切れちゃったんで、見てない人ももしかしたらいるかもしれないですけど、今回はちゃんと入荷するんで、説明とかもあの時できてなかったんで、もう一度説明させてもらいます。なんかコーデュロイのパンツいつもいいのを探してるんですけど、なかなかいいのがなくて、でちょっと前の話になっちゃうんですけど、去年だっけ、バイヤーパンツ、去年そのバイヤーパンツって僕らで作らせていただいたやつも、あのコーデュロイで、これはミリタリーから取ったんですけど、なんかいいのがないんで、自分たちで作った、あの買っていただいた方も多いかもしれないですけど、バイヤーパンツもコーデュロイだったんですけど、2色以前も作らせていただいて、僕も未だによく履いてるんですけど、これ以前自分たちで作ったやつです。でそれも去年ぐらいまではやらせてもらってたんですけど、リーバイス のスケートラインからもコーデュロイのパンツが出てて、でこれももう2年ぐらいやったよね。でもう 3,4 回入荷してるんですけど、もう毎回もう100本単位で入荷してもすぐ売り切れちゃうぐらい人気で、でなかなかそのコーデュロイでこれっていうのがなかったんで、これもちょうど去年の今頃ぐらいだったと思うんですけど、人気だったタイプで、でこれも僕自分で履いてたやつなんで履きまくっちゃったんで、ちょっと色とかあのもうあのコーデュロイが潰れちゃったりしてるんですけど、でなんかこれリバイスのやつなんですけど、これをずっと履いててすごいいいなと思ってて、何がいいのかなと思ってたんですよ。でなんかまあそのコーデュロイ自体の魅力もあるんですけど、あのすごい履きやすくて、で普段のリーバイスのデニムとかって今だとそんなに履かないんですけど、週に1回ぐらいしかデニム履かなくなっちゃったんですけど、これはすごい自分でもよく履いてて、でなんか一応スケートラインなんですごい動きやすくなってんのかなと思って、そのディティールを見てたんですよ。じゃあこれってここがもうベルトがもともと付属で付いてるタイプになってて、でここに太さすごいあるんですけど履きやすくて、でここにガゼットが付いてるんで、多分スケートするときにこう動きやすいようなやつで作ってたと思うんですけど、でこれなんかにあるなと思ってよく考えたら、これもグラミチパンツのまんまなんですよね。でなんかあの多分僕一回他の動画でも説明させていただいたと思うんですけど、グラミチのパンツみんな履いてる結構大きい理由が2つぐらいあるなと思ってて、1個はこのベルトがやっぱり楽なんで、なんかいちいちこう通してっていうのを1回ハマっちゃうともうこれ楽すぎてこれいいなっていうのと、あとやっぱこのガゼットなんですよ。でグラミチはクライミングなんで、クライミングでこう動きやすいようになってると思うんですけど、なんかよくよく考えたらこのリーバイスのパンツってそれをまんまこっちに持ってきただけなんだなってことに気づいて、でまあ今シーズンのあの体制が変わったグラミチの中でもこのコーデュロイが出てて、でこれはあのグラミチパンツって今ちょっとうちでもやってるんですけど、もう残りほとんどないと思うんですけど、一番定番のグラミチパンツのシルエットで、あのコーデュロイにしたものなんですけど、なんでシルエットとか履きやすさそのまんまでコーデュロイにしたものになります。でさらにすごいいいなって、その
履かしてもらった時に思ったのが、これめちゃくちゃ伸びるんですよ。なんでその履きやすさがまたさらに上がってるんですよ。ちょっともう履いて、実際に履いてみ、よく試着していただいた方とかも結構驚くぐらいもう履きやすいんで、なんか太さもあって履きやすさもあるんで、今僕着させてもらってるんです、履かしてもらってるんですけど、いつも僕 US のエールを履かしてもらってるんですけど、見えます？もともとガゼットがあるんで動きやすさもあって、さらにコーデュロイなんですけど伸びるんで、あの履きやすさがさらにプラスされてるって感じなんですね。L を履いてます。しゅんくんにちょっと M を今履いてもらったんで、 Mこれで M サイズ。普段シュン君って34とか。34とかですよね、はい。はい。そうですね。でなんかコーデュロイやっぱなんでいいのがないのかなって思うと、そのテカリとかがすごいやっぱり難しいんですよね。なんでシルエットがいいのもないし、テカリみたいなところで色合いとかがやっぱ僕らも生地自分たちで作るとき 何回も確認したんですけど、結構色合いとかが難しくて、でこれはモスグリーンみたいな、まあオリーブっぽい色味なんですけど、絶妙な色味になってて、これもすごいポイント高いなと思って、なんでも本当すごい一見シンプルなんですけど、まあちょっと雰囲気がやっぱコーデュロイであるのと、あと色味が本当に、まあ実際ちょっとこう今画像で撮ってるんで、動画で撮ってるんで本当の色味とまたちょっと違うと思うんですけど、動いた時にいろんな表情が出るっていうか、それもコーデュロイのいいところだと思うんで、今ゆうまくんに、ゆうまくんは L ですね、 L の、もう一色のカラーを今履いてもらって、ゆうまくんは、L なんで普段36とか、はい、はい、ですぐらいですね。ちょっと一周回ってもらって、はい、そうですね、はい、だこっちもなんかあのブラウン系の落ち着いた色味なんですけど、やっぱコーデュロイなんでその高級感とかなんか面白い感じがすごい出てて、それでその動きやすさもあるんで、あのいつも僕らが履いてるようなパンツにあの馴染、まあ、格好にも馴染むと思うんで、なんか外しとかで使ってもらってもいいし、なんか日常使いの一本としてすごい重宝すると思います。で僕がさっき履いてたのが、これは今シーズンだけのコーデュロイは、もしかしたら毎シーズン多分続けてくれるかなとか思うんですけど、これはあのなんていうんだろう、これってタイダイになって、うん、ブリーチになってるんで結構珍しい、もともと表情が出るような感じになってて、これはもう多分今シーズンだけなんで、でキャップも今セットで、キャップはなんか他にセットになるようにあったんですけど、そっちはもう完全に終わっちゃったんで、これと、あ、今回はこのキャップとさっきみんなで履いたオリーブとブラウンとこのブリーチのネイビーの3種類になります。以上です。なんか付け替えることありますか？大丈夫です。大丈夫です、はい、ぜひあのもう今日の夜アップするんで、ぜひ履いてもらいたい、もう本当に癖になると思います。よろしくお願いします。